嫌なものもなんかこちらでございます。はい、通称赤虫と言いますし、簡単に言ってしまうと蚊の幼虫の棒くらいになります。はい、よろしければ近くでご覧になられてください。顔を出して伏せていると。食べてる、食べてる、ほらこんなちっちゃい。はい、この水槽には5匹のチンアナゴたちが生活しております。おいしい。そしてですね、チンアナゴはとても臆病な性格なので全身が出てくるということは滅多にありません。隠して、はい、日中はほとんど全身が見えるってことは本当に見ないです。年に10回あるかどうかっていう感じですね。すごいね、食べてる。またですね、1回に食べられるご飯の量がとても少ないため、水族館の他のお魚に関してはご飯が1日1回という場合が多いんですけど、このチンアナゴたちに関しては午前と午後2回に分けて常に4個かけています。どうでしょうか。